殴りがきそんなわけで今日も書いていこうと思う過去に何度も書いたように当ブログは僕の日々の出来事をただ書いているだけであって面白くもなんともないタイトルのとおり殴りがいている今日も何も考えずただ書いていこうと思うとはいっても 書くことがない。何の変哲もない平凡な今週だった毎週土曜日にその週を振り返ってこのブログを書いているわけだが何もない時は本当に何もないのだまあ誰かに見てほしくて書いているわけではないので特に問題はないがそもそもこれを書き始めたのは 数年前に患ったうつ病が理由だ。ストレスをコントロールするのにポピュラーな手段が日記やブログを書くということだった脳というのは実は単純にできていて情報を外部に出力することで脳はそれを覚える必要がなくなり空き容量が増えるらしいのだ要するに嫌なことは抱え込まずに。 てて書いて忘れろ脳の排泄であるそんなわけでブログを書こう今週は何があったかそうだ水曜日にマリアちゃんに会ったマリアちゃんというのは高校2年生の女の子だそうだマリアちゃんに会った その日の日ことを書く。彼女とはマッチングアプリで出会った僕はマッチングアプリで人に会うのが好きでそれは男女問わずいろいろな人に会う他人の人生を知るのが好きなんだと思うそうすることで僕はただの人一人の人だと思うことができる。 僕だけけが苦悩していいるわけではない誰もが傷つき考え日々を生きているのだそう思い込むことができる安堵することができる水曜日いつもの駅の前で彼女と待ち合わせた彼女の学校名は伏せておくがとある高校の2年生であるその高校は 制服がかわいいことで有名でその制服を着たいからという理由で受験する子も多い制服がブランドなのだ服に無頓着な僕にはわからないが彼女と同じ制服を着た女の子は風を切って歩いているように見えた黒髪のおかっぱでいかにも清楚という感じの 色白で一重まぶたのマリアちゃんが駅の前で携帯をいじりながら僕が到着するのを待っていたこの日僕の車はご機嫌なめで動くのに時間がかかった4万円で知人に譲ってもらった軽自動車だもう随分生きたのでそろそろ動くのもしんどそうであるエンジン音に老いを感じる 大きな音を立てて進む自動車はいつか爆発するんじゃないかと本当に思う待ち合わせ時刻から5分ほど過ぎてやっとマリアちゃんに声をかけた「ごめんごめん」めんマリアちゃんはイヤホンを外し軽く会釈をしながら <laughs>「お久しぶりです」と返したきめ細やかな肌 なのにおでこに少しあるニキビがより若々しさを感じるマリアちゃんはザラザラとイヤホンから漏れている音楽を止めながら「私も今来たとこなんで」と付け足した「何聞いてたの?」と僕はすぐに返す「僕は沈黙が苦手だ沈黙があるとなんだかムズがよくなるのだ」 誰と話をしていても沈黙を埋めるためにやたら質問をしてしまうなので昔付き合っていた女に「インタビューかよ」と突っ込まれたことがある「落語ですよ」イヤホンをカバンの中にしまってマリアちゃんが言った落語マリアちゃん落語とか聞くの時々ですけど。 落語と聞くと僕は苦い思い出しかなかったのでそれ以上に話は広げなかったなお苦い思い出については過去のブログを遡ってほしい駅から2分ほど歩いた場所に公民館があって土日はいつも将棋クラブやら児童劇団が演劇の稽古をしているのだが平日は誰も使っていないので僕はあそこを無料の駐車場として利用している。 置いた軽自動車のエンジンをかけるが早いか聞いてくださいよと早速マリアちゃんが話を始めたこないだ例のあの子と一緒に帰ったんですよそしたらやっぱ喧嘩になっちゃって私は仲良く一緒に帰りたかっただけなのになんでこうなるかなでも あの子見てると無性に腹が立つというかなんだか人が変わっちゃうんですよ私過ぎていくコンビニやハンバーガーショップをぼーっと眺めながらマリアちゃんはカバンから250ミリのペットボトルの紅茶を取り出しキャップを外す少し口をつけるとまたキャップを閉めるまるで日本酒でも飲むようにチビチビとそれを繰り返す あの子蚊が強いというかこうだって思うと意見を曲げないから相性が悪いんです私とはでも好きなんでしょそうなんですよそれが厄介でオレンジ色の日の光がマリアちゃんの小さな横顔を照らした窓の隙間から車内に風がやってくると 風と一緒に、安いいシャンプーの匂が飛んでくる。20分ほど移動していつものカフェに着いた外壁が白い木でできておりそこにはサーフボードや虹ヤシの木のイラスト看板には手書きで「ビーチ・オン・ザ・ビーチ」と書かれている。 のどかな田園風景にぽつんとあるそのカフェは明らかに違和感があってだがそのズレが僕にはたまらなく好みだいいらっしゃいませ。お好きな席にどうぞ。店員の男が舌がもつれた声で言った男の首には亀のタトゥーが入っており手首には英語で「ラブ」と彫られている。 電源が一望できる窓際の席に座るまでマリアちゃんの話は続いていた亀のタトゥーの店員が水を持ってくるとやっと話が止まったシーフードパスタでいい僕が聞くと今日は別のにするとマリアちゃんはメニューを広げたこのカフェはシーフードパスタが絶品なのになと思いながら 僕はキンと冷えた水を一気に流し込んだ「これにしようかな」「辛いかもよ」「辛いの好きなんで」「シーフードパスタが絶品なのにな」ともう一度思ったが僕は何も言わなかった「すみません」と声をかける前に亀のタトゥーの店員と目が合った。 シーフーフドパスタとアラビアータを頼むと店員は「かしこまりました」と相変わらず舌がもつれた声で言ったそういえば店員が厨房に入るのを待ってから彼女が聞くそういえば、小説は順調ですか抱えていたバッグを椅子の下の荷物かごに入れながら彼女は続けた。 書いてる書いてるって言って一回も読ませてくれないから本当に書いてるのかなってあるいはスランプなのかなってそれスランプって言葉が使いたかっただけじゃないそう僕が返すとマリアちゃんは「そんなことないですよ」と口をとがらせその後すぐに意地悪く笑った僕は趣味で小説を書いている。 どこかに発表したいわけじゃないし当然小説家になりたいわけでもないこれも冒頭で書いた脳の排泄のためだ僕にはきっと書くという行為があっている書くことに没頭すると頭の中でぐるぐる回っているうつのウイルスみたいなものが文字になって吐き出される感覚があるのだ健康的な排泄だと思う ブログや小説を書いていなかった頃僕は不健康な排泄をしていた実際に本当にゲロを吐いていたのだ摂食障害というやつだ朝起きてから昼過ぎるまでひたすら食べるとにかく食べたコンビニの弁当やホットスナックアイスクリーム菓子パン 手当たり次第口の中に詰め込み炭酸飲料で流し込んだ腹が風船のように弾けそうになったら人差し指を口の中に入れて喉ちんこをガシガシと引っかく胃の中で食べ物が波打ち勢いよく口から飛び出るツンとしたにいの胃液が混じった元食べ物たちが マーライオンみたいにドドドッと冗談じゃなく本当に飛び出したのだこれを3回ほど繰り返せば胃の中は空っぽだ全身をひっくり返して洗浄剤で洗ったように僕は自分が清潔になったと感じた時には下剤を乱用することもあった そして最初は2週間に一度だったその行為は週1、2と増えていき最終的に歩くことさえしんどくなったそれでやっとああダメだな僕は 洗面台の鏡の前の骸骨にいったのだネットで検索した近所のメンタルクリニックに行くとそこで先生に文字を書くという排せつ方法を勧められた今から一年ほど前の話だ「あれこの曲」とポークでパスタをねじりながらマリアちゃんが話しかけた。 んでしたたっけ、聞いたことありません CM とかでマリアちゃんは流れてくる BGM に合わせながら断片的に覚えている歌詞を適当にのっけてみせるジジッタリンジンでしょ僕が答えるとマリアちゃんは「え?」と聞き返した「ジッタリンジン、これ歌ってるバンド」聞いたことない言葉にポカンとしながら彼女は「 有名なの俺も世代じゃないけどでもよく聞くよね誰かがカバーしたりとか詳しいんですねそう言いながら巻き取ったパスタにパクンと飛びついた彼女は実際の年齢より子供に見えた口角についた赤いソースをお手拭きで拭き取った後彼女はまたあの子について話し出した あの子も詳しくて、音楽、そうなんだ彼女はうなずくとさらに続けた「なんとかってバンドが好き」とか「今度何とかってバンドがライブやるから名古屋まで一緒に行こう」とか「あのバンドのベーシストの顔がかっこいい」とかいろいろ言ってくるんですよ面白くなさそうに彼女は残っていたパスタを一気に巻き取って 小さな口の中に運んだ。頬を大きく膨らませたまま亀のタトゥーの店員に向かって手を上げいつの間にか空になっていたコップを指さした「はーい」と店員がウォーターピッチャーを持ってやってくる彼女は「あ空」と僕にだけ聞こえるように言った「だから言ったのに」と思いながら。 僕は何も言わなかった。彼女が僕と会うたびに愚痴るあの子というのは彼女と同級生の女の子だマリアアちゃんはレズビアンだ。彼女が初めてこの気持ちに気づいた時「神様は私を間違って作った」と嘆き2週間で体重が5キロ落ちたらしい。 僕と彼女がマッチングアプリを通じて出会ったのはそんな時だった今より一回り小さかった彼女は藁にもすがる思いだったとにかく誰かに吐き出したかったのだ誰にも言えないひめ事は167の女の子には大きく抱えきれなかった僕がブログで排泄をするように彼女は僕に会って話すことで同じように排泄し 自身をコントロールしている。そう考えると僕はマリアちゃんの役に立っているのかもしれないマッチングアプリ様々だお互いに需要と供給がマッチしているそれでどうなの最近は進展はあったの僕があの子について聞いてみるとマリアちゃんは首を振りながら言った別に。 進展とか望んでないし、友達として今のままでそれでいいから明らかに強がった表情の彼女が可愛くて僕は思わず笑ってしまったコップの表面についている水滴が垂れてテーブルに小さな水たまりができている彼女はそれを親指で拭き取ると「怖いんですよ」と。 話を続けた怖いんですよ進むっていうか求めちゃうとそれって今までの何かを壊すってことじゃないですかそれって何らかの罪と ちょっと似てるっていうか「罪」と僕が聞き返すと彼女はすぐに訂正した「罪とはちょっと違うかもですけど」「安いシャンプーの香りひとえまぶたから伸びる細いまつげその奥からのぞく憂いを帯びた瞳が僕を」 いつも懐かしい気持ちにさせた当然だが僕にも学生時代があって彼女のように悩み苦しむ時期があったそう僕は苦しんだでもそれから9年ほどたって今も不器用ながらこうして生きている生きてきたとそう実感することで 僕は自信を持つことができる9年生きたじゃあもう9年も余裕で生きられるはずだ僕はこうやって他人の苦悩を聞き自分の人生と比べたり並べたりすることで心に栄養を与えている僕だけではなく誰もが不満を持ち失敗している彼女が傷つけば傷つくほど 僕の心は健康になる。僕は、他人にはたくさん傷ついてほしいと思う2時間ほどマリアちゃんの愚痴を聞いた後、僕たちは別れた次会うのは1ヶ月くらい先だろうかいやもう会わないかもしれないアプリで会うような気軽な関係だ終わるのだって簡単だろうそれでもいい そういうインスタントな関係だからこそ僕たちはうまく利用し合えるし今日まで続いているのかもしれないタバコに火をつけ僕は大きな煙を吐き出した頭がぼやんとするタバコに依存しているわけではないが一日に二本ほど気分をリセットしたい時に気まぐれに吸っているチリチリと 火がはじける音が聞こえるくらい静かな車内先ほどまでマリアちゃんが座っていた助手席には煙が生き物のように漂っている少しだけ窓を開けるとその生き物は分散して消えていった煙の行方を眺めながら僕はマリアちゃんが言った「罪」という言葉について考えてみた彼女は 自分の性質を罪だと思っているのだろうかその程度で罪というなら世の中は滞在人であふれてしまうじゃないかと僕は空っぽの車内で笑った携帯を取り出すと優リから LINE が来ていた「今夜会える」という内容だったが 今夜は葵と会う約束をしていたので僕は「ノーというスタンプを送って車のエンジンをかけたするとすぐに携帯が震えたく君電話越しにキンとする高い声で優リが僕の名を呼んだ彼女はいかにも不機嫌な声で続けた何用事なのそう用事友達と会う約束があって。 今度結婚するらしくてそれの結婚式の乾杯の温度を俺がやることになってだからそれでとりあえず久々に会って話そうってなって次々に言い訳っぽい言葉を並べたようだがこれは嘘ではない実際は半分は本当でこの友人とは本当に来週会うことになっている優リは「あっそ」っと一言だけ返した 一瞬沈黙になったので僕はすぐさま「また連絡するよスケジュール合わせよ」と言った「わかったじゃまったる」ユウリはため息交じりに答えるとそのまま電話を切ったしこりが残るような終わり方だったがまあいい僕はシフトレバーを D に動かした車のタイヤは ゴロゴロと小石を踏みつぶしていった置いた車を走らせ三十分くらいで自宅に到着した自宅はマンション名は伏せるがマンションというよりは鉄筋コンクリートのアパートといった方が似つかわしい同じ造りのそれがいくつか並んでおり塔と塔の隙間のスペースが住民の駐車場になっている 車を止めると自分の部屋がすでに明るくなってるのが見えたエレベーターはなく狭い階段を上がって僕は玄関のドアを鍵で開けたあおかえりお邪魔してます葵は濡れた髪をタオルで拭きながら無邪気に笑って出迎えたごめんね工事中で遠回りだったから。 全然大丈夫。のんびりシャワーも浴びれたし一応ビール冷やしてるけどああいただきます葵は食器乾燥機からひっくり返っているコップを取る「そのままでいいよ」と僕は言ったが葵は「気分だから」と冷蔵庫から缶ビールを取り出し手際よくコップに注いで僕の前に持ってきた。 この部屋はワンディー系で、四畳のキッチンと八畳の洋室がある。洋室はベッドとタンスでほぼほぼ埋まっており、食事の時はキッチンに折りたたみのラウンドテーブルと椅子をその都度出している。僕はビールを一気に流し込んだ。小さな気泡が喉を刺していった。そういえば妹の件、いつなら都合よさそう。 炭酸の空気が上がってくるのをぐっと耐えながら僕は言ったああ来週そう空いてる日程あるかな夕方以降なら妹も会わせられると思うだとしたら私は木曜日かな早めにバイト上がれるかも木曜ね聞いてみるよどんな格好がいいかなきれいめの方がいいよね 空っぽになったコップにビールを注ぎながら彼女は聞いた「別に何でも大丈夫だよ」「僕が返すと葵は困った顔で空き缶をテーブルに置き視線を天井の方に向けた何を着ようか考えているのだろうそんなにかしこまらなくていいよ」「葵は天井を見たままワンピースでいいかな ひとりごとのようにつぶやいた「あの紺色のタイトなやつだよね」「いいと思うよ」「僕は散歩先のベッドにごろんと寝転びながら言った」「ベッドからは昨日抱いた有利の匂いがかすかに漂っていた」「当然僕にしかわからないほどかすかだ」 横向きに体を動かして葵の顔を見ると彼女はほほ笑ましく「しょうがないな」という表情で僕を眺めていた妹から電話があったのは先週だ突然葵としゃべってみたいと言ってきたゆうりさんには会いたいって思わないんだよねだってあの人。 化粧品みたいな匂いがしそうだし嫌なのよねそういう作った匂いって葵さんはなんか素朴な感じがして好きよ眉毛が8の字で困り顔なのも最高きっと幸せな男性経験がないのねいつも男に気を使ってる感じがする男だけじゃなく誰に対してもかなセックスも下手でしょ知ってるよ 君はそういう人のほうが好みだもんね妹の理解した口ぶりに「うるさいよ」と強く突っ込んだ気がつくと僕の隣には猫のように丸まった葵が寝息を立てていた僕は眠っていたようだポケットから携帯を取り出す 画面の光が僕の目をさすしかめっ面で数字を読み上げた4時32分4時間以上時間が飛んでいたキッチンスペースに目をやるとテーブルや椅子が折りたたまれて片付けてありビールを飲んだコップも食器乾燥機の中で逆さまになっていたおまけに 僕がが寝ながら脱ぎ捨ててたた。であろうパーカーーカもハンガーにかかっていた僕は手のひらでまぶたをこすりながら丸まった葵をまたいでベッドから床に降りた踏まれた床がきしんで音を立てたが彼女は眠ったままだった散歩でキッチンスペースに到着すると換気扇を回してタバコに火をつけた暗闇の中で はっきりと見えるオレンジの明かりは人間の魂のようだった僕は大きく煙を吐き出したそこでやっと玄関の扉の向こうから雨音が鳴っているのに気づいたそうかどうりで雨は心が落ち込んで嫌だな梅雨のこのこ時期は、 感情をコントロールすするる。のに苦労する僕はもう23度煙を吸い込んで吐きタバコを灰皿に押し付けた起きてる彼女に尋ねるとベッドのタオルケットがかすかに動いた僕はそれをめくり上げそのまま葵にまたがったまだ眠そうにしている葵は わずかに目を開けぼーっと僕の欲望に身を任せた僕は服の上から葵の胸をまさぐったそして右足を抱えて彼女の太ももの間に入ったスカートの中に手を入れると彼女は少しだけ腰を浮かした外では風がゴーっと音を立てて 雨音が窓を強く叩いた。古いテレビの砂嵐のような音がマンションを震わせた愛撫を受けながら喘ぎ声を押し殺している葵はもぞもぞと体を動かしていた僕は再びスカートの中に手を入れてパンツをずらしそのまま股間を押し付けた思わず声を出す葵に僕は唇を重ねると 彼女はそれを受け薄い舌を絡ませた徐々に高まっていく彼女のあえぎ声と一緒に僕の動きも次第に激しくなっていったワンピースのパジャマをめくり上げ脱がし丸出しになった胸をむさぼるように愛撫するすると彼女の声はさらに強くなった 再び舌を絡めると僕は早々に行ってしまった彼女の中で射精したあとも僕はずっと彼女を抱きしめたままだった彼女は無言でかぶさった僕の背中を指で撫でている僕は彼女の顔とは反対側を見ていた視線の先には 誰のものかわからない、短く縮れた毛があった。僕はそれを見ながら。ぼんやりと。この地獄のような生活は。いつまで続くのだろう。と。虚無感に襲われながら。やがて。目を閉じた。